現地時間2001年4月11日、マリナーズのイチローが見せたあるプレーが、文字通り、全米を驚かせた。それは、彼がまだ、メジャーデビューを果たしてから、わずか8試合目のことだったが、日本から来た初めてのフィールドプレイヤーの実力を、それまで、懐疑的に見ていた野球ファンを黙らせるには、十分だった。このレーザービームは、後に、ザ・スローと呼ばれ、イチローの代名詞となる。そういうことで、今回は、メジャーリーグでの活躍を中心に、イチローの守りだけに注目して、彼の驚異的な守備力を徹底的に分析したいと思います。イチローの守備力の高さを示す数字というのは、数多く存在する。最もわかりやすいのは、ゴールドグラブ賞の獲得回数である。イチローは、アメリカに行った2001年から2010年まで、10年連続で、ゴールドグラブ賞を獲得している。10年というのは、2021年現在、8位の記録で、これでも、十分すごいわけだが、忘れてはならないのは、イチローはメジャーリーグに来る前も、プロ野球選手だったということである。日本では、鈴木一郎が一郎になった1994年から、渡米する直前の2000年まで、7年連続で、ゴールデングラブ賞を受賞。あくまで参考に過ぎないが、通算で17年連続というのは、伝説的な数字である。また一郎は、2006年に創設された、フィールディングバイブルアワードも3度受賞している。これは、ゴールドグラブ賞が、監督やコーチが選ぶものなのに対し、セイバーメトリクスの専門家が選出する賞である。2006年の総評では、予想通り、イチローは、簡単にライトで選出されたと言っている。そういう感じで、セイバーの側面から見ても、イチローの守備力というのは凄まじいものがある。近年では、アルティメットゾーンレーティングという守備の総合指標が、よく使われるようになったわけだが、イチローは、2021年現在、ライトでのキャリアの合計が、史上2番目の数字である。はっきり言って、めちゃくちゃすごいわけだが、個人的に、今回この動画を作るにあたって調べた中で、最も感心したのは、もっとシンプルな数字である。守備率という、最も古典的な守備のスタッツでも、イチローの凄さがわかる。1945年以降、外野で2万イニング以上を守った選手は、12人しかいないのだが、イチローはその中でも、守備率が、ダントツで高く、9割9分台の選手は、イチローだけだった。元来、守備率というのは、打球の質などが反映されておらず、今ではあまり参照されないのだが、ここまでイニングをこなして、高確率を維持していると圧巻である。なお、イチローのメジャーでの通算のエラーは、38個。彼がエラーした時は、ニュースになるほどの珍しさであった。あまり知られていないことだが、このレーザービームが生まれた試合、イチローは途中からの出場だった。8回表の先頭打者として、ショートの選手に代わって代打で出場。その裏に、そのままライトの守備についた形である。実は、この前日、同じくアスレチックスとのアウェイでの試合で、イチローはオークランドのファンから人種差別的なヤジを受けていたらしい。途中出場の理由とは関係ないと思うが、とにかくイチローは、そういったうるさい敵地の声を、たった一つのプレーで黙らせた感じである。まあ、アスレチックスのファンは、確かに態度が悪いが、人気がなくて、入っても1万5000人くらいなわけだが。イチローの前に、ボールが飛んだのは、8回の裏、ワンアウト1塁だった。ニューヨークタイムズによると、一塁ランナーのテレンス・ロングは、アスレチックスで最も足の速い選手だったらしい。彼自身も、足には、自信があったらしく、試合後、自分を指すには、完璧な送球が必要だった、と言っている。そして、イチローは、完璧な送球をしたわけである。地元シアトルのあるメディアは、このレーザービームを、額縁に入れて、モナリザの隣に置かなければならないと言ったが、それくらい美しい送球だった。また、二塁手のブレッド・ブーン曰く、イチローが投げたボールからは、空気を裂く音が聞こえ、三塁のグローブに突き刺さったらしい。この美しいレーザービームに関して、データサイトでおなじみのファングラフスが、面白い分析をしている。曰く、イチローが投げた距離は、
およそ 65.5 メートルで到達までに 1.93 秒かかった。そのパラメーターから特殊な軌道計算機を使って推定されるに、レーザービームの球速はおよそ 151.6 キロだったらしい。注目なのはそのリリース角度である。記事によれば角度は 5.9 度で驚くほど低いという。確かにこの記事では他にも歴史に残る送球を分析しているのだが、イチローの送球がズバ抜けて角度が低い。まさにレーザービームといった感じである。このレーザービーム以降、相手チームのランナーはイチローに打球が飛んだら進塁に対して抑制的になるということをよく聞く。これを示すスタッツはなかなか存在しないのだが、例えば捕殺数は間接的な指標になるかもしれない。外野手の捕殺数は、簡単に言えば外野を起点とした送球からランナーをアウトにした回数のことなわけだが、イチローはこの数はかなり少ない。ファングラフスによると、イチローの通算の捕殺数は122回。さっき見た2万イニング以上の選手の中で2番目の少なさである。イチローより少ないのはダイヤモンドバックスなどで活躍したルイス・ゴンザレスだけ。彼が強肩だったかどうかは、はっきり言って全く記憶にないのだが、いかんせんルイス・ゴンザレスで覚えているのは2001年のワールドシリーズ制覇を決めたサヨナラヒットだけだから、致し方ないのであった。当時は信じられないことのように思えたが、イチローも年を取る。守備の総合指標である、アルティメットゾーンレーティングにおいても、それと同様の指標である、DRS においても、集計が始まって以来、平均を上回っていたのだが、2010年に DRS が、そして2011年には、どちらもマイナスになってしまう。2011年は、イチローのシーズン200安打が、途切れた年でもある。しかし、翌年から少なくとも、守備においては、イチローは復活する。2012年からの5年間、再び、アルティメットゾーンレーティングも、DRS も、プラスに転じたわけである。2012年より移籍した、ヤンキースの地元紙、ニューヨークタイムズは、この復活を、ちょっとしたルネッサンスと言っている。当たり前だが、守備力は、年齢とともに低下する。アメリカには、DRS を用いた、年齢に伴う、守備力の低下についての研究があるのだが、平均では25歳からパフォーマンスは徐々に低下し、30歳からはさらに急激に低下するらしい。しかし、イチローは一旦マイナスになってから謎の復活を遂げるのであった。このルネサンス期の守備力を他のチームメイトと比較するとなかなか興味深い。2012年から2016年にかけて同じチーム内における外野手のアルティメットゾーンレーティングを比較してみると、こんな感じである。当時、メジャーリーグの中でも、野手の平均年齢が最高だったヤンキースは、まあ、置いておくとして、2015年から移籍したマーリンズは、かなり若いチームである。2015年、41歳のイチローは、そんな若いチームの中で、アルティメットゾーンレーティングの数値が、最も高い外野手だった。40を超える、ベテラン選手が、最もスピードが必要と言ってもいい外野手の中で、一番貢献度が高いというのは、冷静に考えたらどうかしている。また、この時期、イチローの守備の貢献度の高さは、守備固めという側面からも伺える。守備固めといっても、定義がなかなか難しいのだが、差し当たり、7回以降に、守備の交代によって出場した回数とすると、こんな感じである。まあ、多いのか少ないのかよくわからないが、個人的に注目したいのが、やはり、マーリンズ時代である。例えば2015年、イチローは15回、守備固めで出場しているのだが、内訳はこんな感じである。ほとんどの選手がイチローと10歳以上も離れており、最も交代したディートリックに関しては16歳も離れていた。普通に考えれば、守備固めは、ベテランに代わって、若手が入るものだが、イチローに、常識は通用しない、という感じだろう。なお、マーリンズは、ナショナルリーグだから、代打から守備につくというケースもたくさんあったので、実際、イチローの守備固めの回数は、もっと多いだろう。2019年3月21日、イチローは引退した。対戦相手は、偶然にも、あの、レーザービームを決めた日と同じ、アスレチックス。ただ、東京ドームで開催された、そのシリーズに、イチローにヤジを飛ばす人間など、存在するはずもなかった。
8回の裏が始まる前、マリナーズは粋な演出をした。覚えている人も多いと思うが、ライトの守備位置に一旦ついてから、イチローは試合から退いたのである。いつも彼が守っていたエリア51から、イチローは現役生活に幕を閉じたのであった。終わり。